秋広友人は、千葉県船橋市出身のプロ野球選手。読売ジャイアンツ所属、宇藤左田。愛称は、メガゴジラ。身長200センチメートルは、日本人選手としては、馬場翔平、同期入団の安倍健優と並んで、歴代最長身。幼稚園の年中から、夏県大アタックスで、軟式野球を始める。船橋市立宮本中学校では、 エドガー・ボーイズに所属して内野手。二小学籍大学附属高校では2年秋から、投資も兼ねる。高校通算23本塁打。2020年10月26日に行われた、プロ野球ドラフト会議において、読売ジャイアンツから5巡目で指名され、11月22日に契約金3500万円、年俸540万円で仮契約した。 背番号は68。担当スカウトは野間口孝彦。野手として評価されての指名となり、三塁手として育成する方針が示され、内野手として選手登録された。2021年、入団1年目の春季キャンプに軍港白戦等で結果を残すと、沖縄キャンプより1軍に昇格し、オープン戦にも出場を続けていたが、 開幕直前の3月19日に2軍落ちとなり、開幕1軍入りを逃した。3月20日の2軍開幕戦では、4番、一類種、として、先発出場した。開幕直後の4月4日に、丸ルカ中島博之、若林昭弘が、新型コロナウイルス陽性となったために、感染拡大防止特例2021で、登録抹消となり、代替指名選手として、 初めて一軍登録されたが、試合出場のないまま2日後の4月6日に、大体指名選手が大江流星に変更され、登録を抹消された。投打において高く評価されており、投手として最速時速 144km を記録し、打者としても高校通算23本塁打を放った。 身長は小学校卒業時で1 8 0トル、中学校卒業時で1 9 8トルだった。遺伝ではなく、父は1 7 2トル、母は1 6 5トルで決して大きくない。入団後の2021年2月に身長を測ったところ、2 0 2トルであった。足のサイズは3 2トルで、スパイクは特注。 高校入学後、アシックスの工場に出向き、オーダーメイドで作ってもらった。高校時代の体育の授業では、バスケットボールのリングに軽く飛べば届くため、秋広とバスケ部はシュートを決めても一点だった。3歳上の兄、秋広良太も、野球選手で、小学校時代に、WBSCU-12 ワールドカップ、日本代表に選ばれ、二小学籍大学附属高校では6番。 一類手として第99回全国選手権に出場。高校卒業後は中央学院大学に進みない野手としてプレーしている。高校時代にすでに身長185センチメートルあった中学生の友人に抜かれている。ありがとうございます。